だからもうまず、まあ、奥さんにこっぴどく怒られた方がいいですね。そう、もうこっぴどく、うん、もうすみませんってもう頭がもうこれ以上下がらないっていうぐらい奥さんにまず頭下げるということだと思うんですけど、うん、では森さん改めるんですが、その奥様ひとみさんからのファックスがこの右にあるんですけれども、はい、この度は夫の行動が週刊誌で報じられた件につきまして、多くの皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。このような事態を招いたことについては妻である私にも責任の一端があると感じています。今日に至るまで2人でしっかり話し合った結果、3人の子供たちのためにも改めて夫婦と共に歩んでいくことを強く決心いたしました。本人はもちろん私も深く反省しております。誠に申し訳ございませんでしたと。奥さん反省する必要ないですよ、うんうん、旦那さんが一番悪いんだからこんなもんは、うんうんうん、でもねこれ、うん、この一連の、はい、まあ、一連といいますか最近のといいますか、うん、不倫報道をいろいろ見てくるとね、はいはい、これやっぱりその人のキャラクターによって全然世の中の反応が違う、うん、同じ不倫だったりもするんだけど、うん、これやっぱりそのキャラクターによるというイメージということになってくるんですかね。もう自分が思ってる以上にその不倫っていうのってそこら中にあんねんなってちょっと思いますよね。乙武さんですらそうやって不倫するっていうことですから、もうあっちこっちに転がってるんやなって思いますよね。そういえばあれですよ、2年ぐらい前も昼顔言うても不倫のドラマやってて、みんなその何ですか主婦の方がわーって食いついてたんでしょ、2年前ですよ、昼顔っていうドラマが。それからまあこんなことほんまにあんのかな、ドラマだけの世界なんちゃうのと思ったけど、もうこの2年経ったらもうボコボコあるっていうことなんですよ。それでまあ多分ですよ、これもいつもこの文春さんだけに生かしたらあかんと、もう一人勝ちもこれ許されへんと、もうよそもうこれはもうスクープ合戦になってしまってるわけじゃないですか。もうだからもうこれ来ますよ、時期チンパク写真とか、もうブブカの最初の衝撃あれがもう何また多分スクープになってきて、あれよりも文春よりも新潮よりもわーってなったチンパク写真ポーン出てくるんですよ。絶対にもうおしっこ売ってるやつとかいたじゃないですか、ブースレショップとかで。だからそういう風にもうなってくると思いますよ、これもう突き詰めていくと。まあでもこれなかなかね、叩けば誇りの出る芸能人とか著名人有名人いっぱいいると思いますけれども、まあ例えばですよ、旦那さんに浮気されたりとか、その付き合ってる時に浮気されたりしたらどうしますかとか言って、よう話するじゃないですか。ほんなたまに言う人いるじゃないですか。もういやそんなんは私にも責任あるから、浮気されるっていうことは私にも半分責任があると思うんで、私はもう絶対そんなことされないように自分磨きますとか言う人いますけども、このほんまにそう思ってる人が、この乙武さんの奥さんは私にも何ですか原因がありますってほんまに言うてはるわけじゃないですか。これ言えるっていうのはもうなかなかのことで、ほんまでこれ加藤浩次も言うてましたけど、奥さんは何にも悪くないんですよ。でこれを奥さん悪くないですよ、全部乙武さんが悪いんですよって言うてるこの加藤浩次、おそらく絶対浮気してないんですよ、絶対。でもこれをごもごも言うてる人たちこれはもう奥さん悪くないですよって言えてない人たち、いやこんなことあるんですねって言うてる人たち、ちょっとテレビで見つけてください。危ないですよ。いや本当にこう調べてください。乙武さんがね、どうですかって言ってコメンテーターに振ってる人たちってのは非常に僕デンジャースじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ分かんないですよ、その分からないけれども、やっぱり加藤浩次偉いなと思って、あれズバンって言えるっていうのはもう絶対そういうことしてないねんなっていうふうに思ったから。